おはようございます。テクニカルアナリストの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきます。よろしくお願いいたします。今日は5月の7日の土曜日です。お題はこちら。日経平均上昇。なぜ暴落後でも日本は上昇したのかということで話をしていきたいと思います。その前の日ですね、アメリカ株がもう本当にナサクで5%近い暴落ということでしたので、まあそんな中でも日本経平均株価トピックスは上昇した。なぜ上昇したのか。今後も期待できるのっていうことについて一緒に考えていければというふうに思っております。最後一問、均衡表プラス RSI を使いましてテクニカル分析まで行っていきます。ぜひ最後までよろしく ということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのチャート分析、テクニカル分析、必ず毎朝7時目標で更新をしていきます。皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルです。明日もやりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では早速、日本株の終値から確認をしていきましょう。日経金トピックスが上昇しております。2万7000を超えて終わっている。非常に強いなというふうに思いますね。一方で、マーザーズが2.55%、比較的大きな下落ということですので、まあ、これはアメリカ市場の動きをそのままこう連れてきちゃったなという、そんな感じですよね。はい、 経191銘銘柄柄、ね、上昇柄も非常に多おとといの2万779人に対しまして昨日が2 1628人ということで、まあ、ほぼ同水準で少し増えたといった感じでしょうかアメリカ見ていきますこちら続落となってますねニューヨークダウ0.29%ナスタク 1.4%S&P0.56% 昨日の下落を考えますとこの続落っていうのもねちょっと厳しいなというふうに思いますニューヨークダウのヒートマップ見ておきましょう多くの銘柄で下がってる こととがわかかるかと思いますただ、一部エネルギー株、原油の上昇によるエネルギー株が上昇していたりとか、まあ、強いところでいくと、公益、生活必需品、ヘルスケア、やっぱりディフェンシブ系が強いかなという印象ですよね。ナスタック100見てみてもですね、やっぱ下落している銘柄が多いということがわかるかと思います。アップルだけは反発しております。為替コモディティ見ておきましょう。100円前後の日経均先物の,の下落、これもまあ下げ幅としては比較的限定的なのかななんていうふうには感じますね。為替ドル円130の54銭といった感じで、 原油がまた上昇しまして110ドル台に乗せておりますビークス少しだけ落ち着きまして29.9830割れてますけども30付近というのは本当に警戒水準だと思いますそして長期金利も上がっていて3.116%ということです小型株も即死指数も下がっておりますそして暗号資産も下がってますので警戒度は高いというふうに押さえておいてくださいでは見ていきましょうなぜ米株暴落後でも日本は上昇したのか日本は今後も期待できるのかについて一緒に考えていければと思っていますまずは今朝の日経新聞ですけど 雇用統計を受けてててインフレ警戒にまっっ、えー、安値更新したたよみたいな、ね、そんなニュースになっております、えー、雇用統計ですけども、需給逼迫、高い賃金上昇を示し、積極的な引き締めが続くと警戒された、売りが使い余ったということです。雇用統計の結果としてはこんな感じ。市場予想を39.1万人増に対しまして42.8万人増ということで、ここは上振れてるんですけども、まあ、他はほぼほぼ予想通り、そんなにサプライズは大きくはなかったかなと思います。ただ、この内容に関しましては、 FRB の高橋市の継続を裏付ける内容と警戒されたということです。まあこれによって長期金利が上昇、株は下落したということだったんですが、反面安定成長が見込める銘柄アップルとか、あとはディフェンシブ株の一角には買いが優勢になった。先ほども確認しましたね。えー、この辺はあったということでした。で、長期金利はチャートこんな感じです。これ冷やしチャートなんですが、上昇が続いていてやはり警戒は強いというふうに思いますし、あとは昨日は原油も上がってましたね。一目均衡表上の雲を明らかに超えてきたというところですので、 よりインフレ意識は、ね、すごく高まったんじゃないかなと思いますで、昨日暴落した米株が続落したって非常にネガティブなんですけどもそうなればなるほどですねどうして昨日日本株は上がったんだとで、しかもこれはアジアの動きを出してますけどもオーストラリア、韓国、台湾、中国この辺のきなみ下がっていたんですが日経平均トピックスは上がっている日本だけどっぽだかみたいな感じになっておりましたどうして上昇したのかまあ、3つぐらい要因を挙げてみるならばまあ、この辺昨日の報道からいろいろ拾ってきたものですけどもま一、あ、つは連休の影響があるだろうと で、二つ目は金融政策の違いがあるだろうとで。あとは岸田首相の講演の内容も、まあ少し響いてるのかな、みたいな。そんなことが言われておりました。ちょっと順番に確認させてください。こちら連休の影響なんですが、ナスタックの1時間足で出してますけども、連休のスタート、連休の終わりまでの値、ね、動きを見てみるとですね、まあ、実際はすごい上がってすごい下がったので、行ってこいみたいな感じで結局同じ水準だよね、ということですね。そこからのスタートだったので、ほぼフラットな状態で始まったということになっています。で、それに加えて二つ目、金融政策の違いですね。これはドル円 と出してますけども、まあ、シンプルにアメリカはすごい引き締めしてて日本はすごく緩和してるので、まあ、どっちがいいかなと引き締めきつそうなアメリカよりも今も緩和を続けると言ってる日本の方がいいんじゃないっていうところと、まあ、それによってドル円が上がりやすい状態アメリカの金利が上がり日本の金利は維持されるわけですから日米の金利差開けばドル円上昇するよねっていうことで、まあ、円安恩恵銘柄って結構買いがやっぱり集まりやすいんですよね、まあ、その辺も日本株を支えた要因なのかなというふうには思っておりますそして昨日はですね やはりこの内容がね結構ニュースでは報道されてましたねそして昨日はですね この内容が結構報道はされてました。首相資産所得倍増、脱炭素150兆円、シティ講演ということで、イギリスで岸田首相が講演をしたんですね。えこの内容に関しましては結構話題にはなっておりました。で内容としましては、資産所得を倍増を実現するぞという内容だったそうですえ。首相は岸田に投資をインベストイン岸田ということを呼びかけですね。2兆2000兆円ほどある日本の金融資産は大きなポテンシャルだと。まあ、確かにそうかなというふうには思います。実際にこれが こうまくいくかはこの後も考えていかなきゃいけないところかなと思います。加えて環境分野において再生可能エネルギーに加え安全を確保した原子炉を有効活用する。この影響がやっぱり大きかったのかなというふうに感じたのは東京電力の16%以上の上昇ですね。これはですね、やっぱり影響力が大きいんだろうなと。で、エネルギーにすごく依存している国が原子力発電所をもう一回使えるようになるってこと自体は 一時的にはプラスだってことですね。これがいいか悪いかはまた別の話になってきますけども、まあこれによって上昇している株があり、多少日本に株が、買いが向かった要因にはなったのではないかなというふうに思います。で、これに加えてですね、もう一つ視点を加えるんであれば、割安性の観点ですね。日経平均の PER 等も12.56倍だったということを考えると。で、これは結構過去の長い推移を出していて、この緑色の幅っていうのが12倍から16倍。まあ下がっても12倍ぐらいで止まってるし、上がっても16倍ぐらいで、 え、止まってるっていうことが分かると思うんですが、12.5、6倍って過去の水準で見ても結構割安な水準にあるということが言えます。で、アメリカ見てみるとナスタック100で23.22、S&P では予想 PR で1 6 8 6 2ですから、まあ、ちょっと引き締め環境、厳しそうな環境である PR も高いアメリカ株よりも緩和が続いている、そして PR も安い日本の方が相対的にはまあ魅力的、アメリカから逃げたお金どこに移すってなったら、まあ日本株の方が買いやすかったのかなというのはあるかも 知れませんね。で、日経平均株価、これから上昇が続きそうかっていうところで見ていくと、まだまだ警戒が必要かなというところが見えてくるんですが、ひとまず日経先物が若干下がっていることを考え、え雲を割れてしまうとまずい。え雲の上限5月9日時点では26,748円ですから、これを割れてくると、雲を割れるリスクがあるということはぜひ押さえておいてください。ただ、あれさえが昨日で50を超えましたので、もしかしたら強気に傾くかもしれないという期待を持っていてもももちろんいいと思います。ただ、これから決算ピークを迎えまして、5月の13日が一番のピークですけども、 5月9日から10日に雲がねじれるんですねこの一目非公表の雲のねじれというのはトレンドの転換かもしくは加速の可能性が高まるという日ですから非常にやっぱり、まあ、変動のリスク自体はあるということをぜひ押さえといてくださいそして実際に5月13日決算ピークを超えた後ぐらいで雲の上にいるのか下にいるのかというのは一つの目安になると思いますのでぜひご注目いただければと思いますということで2の動画のまとめですこういう時計上振れでもサプライズなしで米株が続落している暴落後でも続落しているのは非常にネガティブですよねそしてその前の日米 株がが暴落したたののににも関わらず日経平均トピックスがプラななったのはなぜかという話で、ございましたでまず一つ目の要因としましては、連休前と同じ水準でフラットだったし、金融政策の違いで、日米で見たら日本の方が、まあ、引き締めよりも緩和だろうみたいな、そんなところはあったのかなと。で、円安が続きそうなんで、円安メリット株にも買いが入っていたということです。であとは岸田首相の講演で東電が16%以上上昇していることから、まあ、少なからずここには関心が集まっただろうということでございます。あとは割安性もですね、アメリカよりもやっぱ日本への方 が魅力的かなというところも一つの要因かもしれませんただ今後も開発続くかに関しましては決算ピーク中の雲のねじれもありますからね決算ピークを終えた後の雲の位置との関係というのにぜひご注目いただければという内容でございましたでは冷やしの1目金公表プラス RSI を使いましてテクニカル分析を行っていきましょうはいまずは日経平均株価ですまあ、先ほど見た通りですけども現状は雲の上まで抜けてきているということですから非常に良い,い状態ただし5月9日10日の間でここでですね雲のねじれが起こりますから変動注意ですねこの後、まあ来週は決算ピークも 5月13日が一番多いですけども、その辺で何か大きな変動があるかないか、そしてその時に雲の上に入れるかどうか注目してみてください。トピックスも同じですね 雲の上にいて RSI が50を超えている。これは非常に心強いところではあるかと思います。基準線も超えてくればですね、なかなかいい状態になってきますね。えー、今後、まあ、雲を超えたということは好転の一つなんですが、例えば転換線基準線を超えるとか、チコスパンが株価を超えるなどの工程も確認できれば、あ日本株は本当に強いなというふうに確認取れると思います。一方、心配なのはマザーズですね。昨日も陰線を引きまして、安値がかなり意識される展開になってきたんじゃないかなと思います。えー、この安値というのがですね、ここですね、648.2ポイント とということですから今ポイントなので、かなり近づいてきている、安値割れはさらに下落を招く、そういう警戒もあります。一方で、5月13日にね決算ピークを迎え、その日に同時に雲がねじれますから、まあ何らか大きな動きがあるだろう、転換を期待したいところではありますが、どうでしょうか、そこをしっかりと見ていきたいと思います。ニューヨークダウです、昨きのうは何ら、ね、だかのように要は引いてるんですよね、景気敏感株とかには買いがあったという、あ景気 ディフェンシブ株には買いが入っていたということですからその辺がどう続くのか見ていきたいと思いますサンドピー500ですねサンドピー500はやっぱ陰性なんですよねやっぱ主力株の下落っていうのはねまだちょっと続くかもしれないとか押さえておかなければいけないと思いますというのもナスダックがまあここまで、ね、陰性安値更新ということになってますからで売られすぎ水準まではまだもうちょっとあるんですよねなのでもうちょっと下落する可能性っていうのはあるのかな下落が落ち着くまではもう何らかポジティブ要因が必要かなとでも決算ピークはもう超えちゃったしなというところです ラッセル見ておきましょうラッセルも陰線ですよねここが下落が続くようであればちょっと厳しいなというふうには感じておりますこの辺の底打ちっていうのは、ね、見逃さないようにしたいところですね はい。では今日の動画のまとめです。まずは日本連休明け、日経トピックス上昇していたということです。米株続落、雇用統計もナスック、安値更新ということです。これ上振れてたんですけどね、ということです。で、暴落後でも日本株が上がったのはなぜかということですが、まあ連休前と同じ水準でスタートし、金融政策の違いとか財政政策、まあ岸田さんの講演ですね。えー、あとはまあ割安性なんかもあって、相対的に日本株への魅力がまあ増してるんじゃないかということです。まあだからといってこれからめちゃくちゃ上がっていくかっていう期待が持てるかっていうのはまあなんとも言えないところですので、 そこは注意をしてみていただければと思いますそしてマザーズの下落は止まらず安値警戒ということですねこれ本当に心配だなというふうに思いますでナスダック売られすぎ水準まで、まあ、RSI で見,ます見てますけどもまだちょっとあるということで下がるリスクはね当然あるまだそこ打ちは確認できていないというところをぜひ押さえておいていただければと思いますでは今日もすらすらでさせてください本がね非常に売れておりますよければぜひぜひお手元に取ってみていただきたいなというふうに思いますあとは毎週金曜日に個別銘柄とことも分析する前にこちらブログ形式文字形式ですね え、で、書いてる、あの、記事になりますので、こちらもやってます。よかったら初月無料、月額制になってますけれども、あの、無料で試せますので、よかったら試してみてください。よろしくお願いします。ということで、今日こんな感じで終わっていきましょう。今日の中でも何か参考になりましたら、グッドバックボタン、また明日以降もテクニカル分析続けていきますので、明日も聞いていただける方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。